平山さん、元気っすか自分はそんなに元気じゃないです。10のうちの3とかです。平山さんに金借りたまんまだったなと思って、まあ、でも今金があるわけじゃないんですけど、返したいなって気持ちだけ伝えたいなと思って、自分、そういうとこあるんで。律儀というか、親父にはそれだけはちゃんとしろ、あとはどうでもいいからって、ずーっと言われてたからかな親父って言っても、 んがってなないいいし、もういないんですけどね。急に死んじゃったからでも時々思い出すんですよねなんか何なんすかね時々こうやって思い出すのってこうやって思い出してるとまあ合ってるのと変わんないじゃないですか親父とだから死んだんだか死んでないんだかわかんねえなあと思うんですよね生きてたって会わなかったりするから こうやって思い出してる方が逆に生きてるっていうか、そんな気しません平山さん、元気っすか本当はこの留守伝、聞いてんじゃないですかそういうことしそうだよな、平山さんって。聞いてても聞いてなくてもどっちでもいいんですけど。あなた、あやちゃんに振られて、ちゃんと振られたんですよ。まあ、すっきりしました。10のうち8とか。次行きます。 はね、ほんと返しに行きますから恵比寿のあのコンクリのやつのとことか掃除してるとき声かけますんでじゃあまた平山さんほんとは聞いてんじゃないすか